皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月31日、12時44分、時間軸的に今日になるのか昨日になるのかちょっと、はっきりとわからないんですけど、多分今日だと思うんですけども、ドバイで行われていた、大きな G1 4つ、結果先ほど見ました。まあ、大体日本馬は、2着止まりで、複数の馬を、出走させていました。これは、代表馬ですから1頭に絞ってください。そうしなければこういう結果になると。こう考えていただいたら、理解できると思います。エネルギーの残存量問題です。これは今まで何回も言いましたから、淡井さんの言っているエネルギーの残存量問題はどういうことなんですかという方は、ホームページ淡井圭介の駅の36番などを見てください。節約の方も物事進めなかったお話になりませんので、それはスポーツ界業界全体もそうですし、まあ、建築業界もそう、自動車産業もそう。自動車産業なんて生産量を100分の1にするか、今から5年か10年間生産停止ぐらいがちょうどいいぐらいです。みんな電車バス等でほとんどの場所行きます。本当の人口は1億2000万人という数字は、朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国ですね。それとあと台湾を併合していた時と、それと満州国の人口、その全ての人口です。日本国内に6000万人、まずいません。これが事実です。実際住んでる方が。その内容でも、世界中、スポーツの発展等によって、多くの人たちが、海外を飛び回るようになって、人口増というような形に二重国籍、三重国籍の人たちとか増えて、で、まあ昔のいきさつ云々とかはありますので、本当の人口は世界的に見るとかなり少ないです。今の、その、70億人以上という人口っていうものは、これはどう考えてもありえません。で、特に陸続きのところの国に関して、往来が盛んになって、どうしてもそういうふうな形になっているのであって、第二次世界大戦の後、日本が、降伏した後も、他国では戦争があって、その辺のところの、その、他国でお亡くなりになれた方の死亡届が回ってきていない。だから、人数がっていう部分があります。ですので、今何が言いたいかって言いますと、ガソリンの消費量は年々増えてるんですよ。コロナウイルスの時だけ渡航制限とかありましたから、前年対比で少し減りました。だけども、基本的に、増えてるんですね。エネルギーの消費は。だから、みんながみんな、車を所有するっていうこと自体が大間違いであったと。みんな電車バス等でどこでも行けると。で、電車バス等の人が増えてくれたら、電車の本数増やしたりだとか、バスの本数増やしたらよかっただけの話なんでね。答えは簡単です。何度も馬出してたら海外の G1 は取れないと思ってください。勝てない、1着になれないと。だから、まあ、2着止まりであると、まあ、こういうことになってきています。まあ、本日は、もちろん遊んでいませんし、まあ、パソコンの打ち込みに関しても抜かりがないように、あらかじめ前もってね、前日の今までの分を確認してくださいっていう内容を、打ち込んでいます。まあ、どこの業界もしっかりと対応してもらわなければなりませんので、日本競馬界の皆さんも、しっかりとご対応のほどよろしくお願いいたします。だから、まあ、今までみたいな、その、まあ、比較的、海外の G1 とか、たくさん大きなレース、買っていた傾向がありましたけど、その辺のところのルール、しっかりと守ってくれなかったらっていう部分ですね。他国の人たちは守ってくれてます。ドバイのレースに関して複数の馬が出てるのは、その、アラブ首長国連邦の国の方たちの馬か、お隣のサウジアラビアだと思うんですね。そのサウジアラビアとね、アラブ首長国連邦に関しては、まあ、もともと一つの国みたいな考え方でも合ってくるんですよ。その、王室云々等の話にもよるんですけども、まあ、その辺のところで、ね、まあ、サウジアラビアの方たちの馬が複数出てくるっていうのは、まあ、ある程度はしょうがない部分っていうのはあるんですよ。ただ他国の馬に関しては、
一頭出しだったりしてますよね。例えば USA、アメリカの馬が一着取ってたレースもありますよね。一着、一頭出しでしたよね。だからその辺のところのルールを、皆さんがしっかりと理解してもらって、JRA の方で、代表馬誰が行くのかっていうところで、やっぱりそこはもう、そこから先は勝負事ですので、その距離の適正で、一番強い馬、もちろん調子とか含めてですよ、そういった馬が遠征するものであってね、まあ何とも出場できるような形になってる分をこれを変えてもらわなければならない。だから実際レースでも12頭だけしか出ていなかったりだとかしてますので、本当のね、馬の強さっていうものがはっきりと、頭数が多分少なくなっていくと思いますから、本当の馬の強さっていうものが、はっきりと分かるレースに変わってくると思います。その昔みたいに、ね、18頭出しとか、もっと昔なんか30何頭で走らせてましたから、もうあんな頭数になったら馬の実力うんぬんというよりも位置取りうんぬんとかの部分ですから、まあ、こういう形でこそ、本当の馬の強さが分かるんじゃないかなと思います。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとはチャンネル登録と、着信通知の設定ですね。ホームページは IKS 教育で、その競馬界の人は競馬のことだけ知っていればいいやっていうことじゃありません。他の業界のスポーツのこととかね、ニュースのことに関してもそうですし、エネルギーの残存量問題に関しての進捗状況に関してもそうです。重要なことをたくさん述べてますんでね、着信通知の設定をしていただいて、多くの方に青江さんのホームページ、YouTube で言ってる内容とかしっかりと聞いといた方がいいよということをね、皆さん、広めていただけたらなと思います。あとは着信通知の設定なんですけども、もし分からなかったら身の回りに聞いていただいた方に聞いていただいたり、販売店の方に、聞いてください。機種によって、設定の仕方が違う可能性がありますので、そのように私はお伝えしています。まあ、日本の馬自体が能力は低いわけではなく、むしろ高いと思っています。ですので、本当に、1頭に絞ったら十二分に、勝負ができると。まあ、そうじゃなかった場合は、まあ、現場の話し合いでそうなっているのか、それか電波からの、その脳へのアクセス、神がかり的な力等で抑え込まれますんでね。一着は基本的に、取れないものだとご理解してください。このルールじゃなかったらもう世界中抑え効かなくなりますから、しっかりとした、対応。JRA の方たちで、してください。以上です。